はい。皆さんおはようございます。てか、こんにちは。僕はおはようございますなんですけどね。朝はちょっと目が充血してますね。うん。はい。えー、今日は5月の25日、ベルギー時間は、ね、なっております。はい。えー、さあ、もう少しで、羽生選手とは、ハンタジーオアイス、始まりますけどね。うん。僕もツイッターとかいろんなものを駆使して、動画を見ていきたいと思うんですけど、 はい。では、よろしくお願いいたします。いただいた順番からちょっと読んでいきたいと思います。えー、こんばんは、株君くんルです。よろしくお願いします、えー。バナーですが、実は鳥ではないんです。あ、すいません。えー、っと、鳥ではなかったんですね。乗ってステラータで、羽生くんと内村光平さんが演技をした時の、黒とゴールドの衣装をモチーフにしています。うん、デザイナーさんが、キングをイメージして作られたかっこいい衣装です。 でも言われてみると確かに鳥に見える。かなり、えー、刺繍のレイアウトに悩んで、なかなかうまくいかなかったので、もう少し手直ししています。やはり他の人に感想を聞くのも大事ですね。えー、見てもらってよかったです。かぶくん、ありがとうございます。すいません、ちょっと僕。鳥かと思っちゃいましたね。あ、ほんとだ。バナー変え、あの、アイコン変えられたんですね。え、でとても素敵だったのに。うん。とても素敵だったのになって思いますね。うん。なるほど。じゃちょっと。 あれですねうん、くちばしに、ね、ちょっと見えてしまったのかでもなんかすごい素敵だなと思ったので、なんかかっこいいなと思ったんで、僕はとてもいいのかなっていう感じ。あのアイコンね、これね、画面があの、なんだ、あの、なんだって、小さくて見えづらいっていうのもあるかもしれませんけど、僕は一目ですごくいいなと思ったので、あのままでいいのかなっていう気はするんですけどね。うん。はい。 はいという感じでございますね。えー、ゆめさんよろしくお願いいたします。どうもです。えー、かぶくんこんばんは。バナーってどうやって作成するんでしょうかねツイッターやブログなどを見ていると、皆さん多種多様のバナーがあって、手作りなんて素敵ですよね。私は えーはい、不器用だからバナーは作れないと思います。皆さんファンタジーで盛り上がっていて嬉しいです。うんえー、羽生さんはもちろん他の先輩プロスケーターさんの演技も楽しみです。えー、昨日はシースルー姿のランビエールにちょっとドキッとしました。うん、ランビエールは男の色気ブンブン、えー。そして、えー、今回限りでプロスケーターを引退するジョニー。ジョニーをファンタジーで初めて見たときに中性的な魅力のある人ねと思って過去の動画を見てみたら、 やっぱり中性的な感じがしていました、うんえー。羽生さんのプルシェンコ氏とのジョニーを憧れる人だと言っていますね。はい、あ羽生さんプルシェンコ氏と、うん、えジョニーの使用したプログラム、アケに寄せてをえ羽生さんもプログラムとして使用しました、うん。出演されるスケーターの皆さん、どんなプログラムを披露をしてくれるんでしょうかそし,て誰そして誰かアーティストとどんなコラボを 来てくれるのか楽しみですね。うん。マックハリ初日に行かれる方の現地レポをこれも楽しみにしています。はい。ということですね。まあ、羽生選手は前、前ね、そのジョニー・ウィアーとえプルシェンコね、とても憧れてるっていう話がありました。か2018、19年の、えー、ショートが音なる、秋に寄せてと、まあ、あの、フリーが、まあ、オリジンですよね。うん これはオリジンはプルシェンコさんが滑ったもともとその西イスキーにつげるっていう題名だったと思うんですよでそれが羽生選手のオリジンになったとでショートがアッキーに寄せてですよねこれはジョニー・ビアーさんなんで、まあ、やっぱりこう羽生選手は、まあね、やっぱりずっとこうねえっと現役の時頑張ってきて、えー、まあその自分が憧れた、まあ、あの2人を 二人というか、それを表したかったのかな、ちょっと分かりませんけど、そんな感じでね、あの、その2019年にね、ショートフリーを出したっていうところあると思うんで、うん、まあ、どういう気持ちだったのかはちょっと分かりませんけど、まあ、そういうやっぱりありますよね、憧れ的な感じがあった。で、やっぱり実績を積み重ねてね、うん、あの、まあ、その前のシーズンの生命であったりとか、いろんなプログラム、生命、生命、あ,あ、違うや、待って、生命、あ、えっと、すいません、えっと、 生命の後があれですね、全然時系列違えば、えっと、うん、えー、っとぐ、えっと、あれですね、ホープレガーか、ホープレガシーとかで、ね、いろいろあったと思うんですけども、まあ、そんな感じだったのかなっていう、2人のね、えー、偉大なるそのスケーターへの憧れのまあ尊敬、敬意であったり、うん、そういったものがあるのかなっていう気はしますよね。はい、という感じで。 ございますすのでで楽しみです何を演じてくれるのかななんかヒントは出てませんかね今日ね。さあ、えー、っと、ヨウさん、これはあれですかねどこかの返信コメントでしょうかあ、返信ですね、えー。レモンミカンさんよろしくお願いいたします。歌舞くん皆様ごめんなさい。だんだんだだんは確かファンタジオワイスのオープニングの音でしたよねということで、いよいよ明日、もう楽しみすぎて発狂しと頭ぐるぐるという感じですね。 はいということなんで、これは、えー、とオープニングの音だったらしいですね。うん。なので、実際の演目とは、えー、違うということみたいですね。はい。さあ、えー、これは皆様のこのコメントは羽生選手に関係する話かな。あ、という感じです。ちょっとこれはあれですね。うん。さあ、えー、アドビとでさんよろしくお願いいたします。えー、かぶおはよう。ネイル様のバナナ、かっこいいですね。うん、かっこいいですよね。 あの僕の意見のせいで変えられてしまうっていう話だったんで、すみません、本当すごいかっこいいですよ。私もバナーを作りたいけど、超絶不器用なんで無理かな。害中ってないのかなうんツイッターでもバナー見るけど、いろんなみんな自分で作ってるのはすごい。僕、バナーっていうのはちょっとどうやって作るのかって全くちょっとわかりませんけど、すごく良かったなって思いました。布で生地で作られてて。 あのでだなと思います、うん、あのね鳥にも見える見えてしまったんですけどそれでも全然それ,のむしろそれの方がむしろ素敵かなっていう感じたのでなんかねあのなんかバナーっていうとなんか大きなポスターみたいな感じをイメージしてましたがすごい生地すごいかっこいいなっていうねこだわりがやっぱあるのかなっていう今度そ,のそういった選手権とかでもあったらいいなって思いますよね。 うん、はい、えっと、皆様はです、ねえー、歌を歌っておりますけど、これはちょっとああの後で紹介するとして、えー、お話し続けていくんですけど、はい、えー、レモンミカンさん、どうもです。私、行かれた頭でついつい羽生さんのプログラム曲を予測してしまい、ひたりそになっています。予測、えー、ダーパンプ、すみません、これ見ました。つむぎか。つむぎ、いかにも羽生さんが選択しそうだというところですね。つむぎっていう曲があるんだ。 はい。なるほど。えー、つむぎ。なるほどですね。えーいかあの、サンライズムーン宇宙に行こう。新曲まさかということですね。へえ、ー。なるほど。そういう曲あるんです、ちょっと、えー、メモしておきたいと思います。うん。えー、ちょっとね、これやっぱいいですよ。あの、コメント読みながら調べられるっていうのは。 で、あるので、ちょっとこれね、えー、後で調べてみたいと思います。えー、サンライズム宇宙に行こう。えー、新曲をまさかまさか。いつも予測は外れますが。アホやっていう感じで。いや、わかんないですよ。当たる可能性もあるんで。でも、こういう曲もあるんですね。うん。なるほど。はい。っていう感じで、皆さん気持ちが高まっている感じですね。 はい、えー、マザルリアさん、よろしくお願いします。どうもです。かぶさん、こんにちは。お疲れ様です。小田さんの、小田選手の後ろにいる羽生選手が、めんこいすぎるという、めんこいすぎるっていうのは、これは東北、北海道の方言で、可愛い愛おしいという意味です。おぉ、なるほど。 ちょっと、はい、なるほど。そういう意味があるんですね。えー、ネイル様のバナー、素敵ですね。うん。お気に入りのミシンを津波でなくしてから子供たちの体操リールなども、す、え、べ、ー、て手縫いになってしまったので、バナー作りたかったけど、間に合うかなうん。なるほどですね。でも、えー、バナーの代わりに何かを持っていきたいです。えー、スタンド S 席は、スタンド S 席はですね、双眼鏡いるのかなということ。これはどうでしょうかね。知ってるかと思いますかスタンド S ってどれッカーの距離なんですかね。 知っている方いたら教えていただきたいと思います。あとは邪魔が入ったりせず見に行けることを祈るしかありませんね。うん。邪魔っていうのはね、いろんなその家族間であったりとかもあるんでしょうかね。余談でですがチゴリンのパリ産で ボートの4回転トーループのジャンプの時に氷はピューって飛び散る瞬間が美しくて何回も飛び繰り返してみてしまいます。平、えー、数してはりましたね。お暇な時方、あ、お暇な方は見てください。あ、ありがとうございます。YouTube ね、えー、URL ですね。はい。えー、と、これはパリエさんでボートの4回転トールの時に氷はピューって飛び散る。あー、なるほどですね。これは飛んだ瞬間の着地っていう時ですかね。ちょっとこれ、見なちゃ あれですね、分かんないということなんで。うん、はい。そして、スタンド席 S は、総額いるんですかねコメントこれ入ってるかなはい。どうですかねあ、特にはないかなこれ S 席は、スタンドは、えっ、ー、と、なんだ総額いりますかねうん。はい。ということなんで、えー、よろしくお願いしますっていうか、よろしくお願いしますっていうか、あの、うん、誰か知ってる方いたら、えー、教えてあげてほしいです。はい。 えっとヨウさん、よろしくお願いいたします。うん。ええかぶくん、ができないから、言っちゃいます。ついに、ゆずくん、指に来た。あ、指来ました。おめでとうございます。指来たんだ。えー、和田君くんとの写真を見たら、私を見て、ずるい顔をして、パーンって、わらわら、わら。もう死んでもいいわ。いや、死ぬのは、生ゆずくん見てからだ。うん。えって声出して起きたら、夫がどうしたって驚いて起きたから、猫にまた顔踏まれたって、いい、いい、いました。 言えるわけないでしょ。バキューンでキャーなんてわらわらわら。うん。本日に人生最高の目覚めをしたようでした。カム君コメント無視してです。言いたかっただけだから、背ばねということですね。え、これ初の夢ということですかね。初夢初、え、羽生くんが出てきたのは初めてなのかな。うん。ね、あの、よかったですね。まさゆめになってください。うん。え、まさゆめになることを僕は祈っておりますね。 あ猫踏んじゃったと。<laughs> 猫,猫踏んじゃった。逆にですね。猫に踏んじゃったのは逆バージョンですね。ね。そんな感じなんで、ぜひ、まさゆめになってほしいなと思いますね。ま、まさゆめというか、なんだ。うん。ま、昨日もね、夢の見てるときはね、夢であってわかんないっていう話ありましたからね。ま、そんな感じで。うん。僕はちょっと何で夢見たか。結構最近、毎日夢見てますけど、ま、結構悪夢的なものが多いから。残念ながらね。 うん、はい。えテ、ー、ラさんどうもです。羽生選手のパッチリンコ、えー、最強ですね。うん。えっ、ー、と、もうスマホから離れられません。えー、羽生選手はめんこいな。マザールリア様のまねっこ。うん。私の周りでは、えー、羽生選手、め,め,めんけ、めんけいな。 羽生選かわいいなっていうか、勉強になっていうこともあるんですねえ。皆さんの地域の方言で、羽生選手かわいいを叫んでいただくのも楽しいです。かぼ君この企画はどうですかえマザー・レリア様ーマルカン大食堂の話を書きました。よかったら見てくださいませということみたいですね。なるほど。これ気になりますね。 えっとこの企画企画について、羽生選手かわいい。あー、なんか山彦、ま、み,みたいなやつですかね。羽生選手かわいい、羽生選手かわいい、羽生選手かわいいっていう感じなんかあります。学校のなんかねこう、校庭の上でなんか愛を叫ぶとかなんか、ね、えー、今までの思いをぶちまける的ななんかテレビあった気がしますね。うん。で、なんか、あの、彼女を愛してるとかなんか、ね、ごめんなさいとかなんかそういう風なのありました。羽生くんバージョンですね、やってほしいなってちょっと思うんですけどね。うん。 はい。っていう感じで、皆さん、盛り上がっている感じでございますね。はい。えー、ムイピーさん、よろしくお願いいたします。ともです。うん。えかぶくん、こんにちは。ムイピーです。ファンタジーまであと一日ですね。一日。皆様、時間で一日ですけどね、僕も、僕に時間でも一日かな。 えー、小田くんのパッチリンコの写真、今年も嬉しいですね。去年は北京五輪子の、えー、羽生くんの姿がなかなか見れなくて、情報も少なく心配をしていたところで、小田くんからファンタジー直前のツーショット写真が上がりました。うん、えー。マスクをしていたけれど、久々に羽生くんの姿を見ることができて、とても安心しただけではなくて、キラキラお目目がとてもえ綺、ー、麗でかっこよくて、 え好,きあの好きになったと、うん、あれこの時って間違ってたりして、あのキンキンブーツかなんか演してませんでした。で、なんか結構、なんかあの、化粧とかもすごくてね、小田,小田さん確か。で、それすごく印象残ってるんですが、あれから1年っていうことですかね。まあ、この時僕もちょっと病院にいたりして、なんかね、結構そう、いろいろカオスでしたけどもね、ファンタジー始まったらね、本当に、うん、皆さん気持ちはこう変わりましたからね。 1>, うん、1年前懐かしいです、えー。ドキドキがマシマシになってしまった思い出。えー、この小田くんのパッチリンコは2014年から始まって今年で9年目だそうです。うん、小田くんには申し訳ないけど今年も羽生くんのところだけ目いっぱい拡大して目、鼻、口角、えー、前発、そして指とじっくりドアップで見てしまいました。えー、9年前の写真と比べてもどっちが9年前かわからないくらい今年のパッチリンコは若い、かわいい。あ そういういこ皆さん見て、見てらっしゃいますね。今回のファンタジー幕張、羽生くんの姿はどこで最初にお,見えお,見お目見えすることになるんでしょうか。夜のニュース、翌朝の情報番組。 スポーツ紙、レブニュース、インスタ、羽生君がインスタに上げることは期待できません。うん。確かに。最近更新をされてませんね。今回の件について、ファンタジーオンマイスって、特にもと羽生選手の公式からは特に何もないかなっていう感じですね。まあ、ファンタジーオンマイスですからね。うん。だからまあ、そういうことなんかな。ファンタジー幕張を、えー、初日行かれる方、えー、ぜひコメントお願いします。私は28日曜日にライブビューを見に行きますということでございますね。 さあ、はい。ということなンで、皆さんよろしくお願いします。ということなんですけどね。うん。さあ、でも懐かしいですね。なんか、あの時、本当にいろいろこう、いろんな意味でカオスだったので、それがね、まあ、ちょっとこう、いろいろこうね、羽生砂漠っていう話題,話題もね、あったかと思うので、まあ、そんな感じで、えー、はい。あのー、ね、えー、うん。まあ、今年も、なんだろう、1年か、なんかい、ファンタジーが始まるなっていう感じですかね。うん。 はい。えー、マイク・バーティラさんよろしくお願いします。えー、カブ君こんにちは。僕も見ましたよ。小田君と羽生君楽しそう。うん、かん。カブ君の関西弁、やめてもろってのイントネーションはちょっとおかしいです。えー、語尾はやめてもろってと下げる形になります。法理は難しいよね。えー、羽さんなんかでも、えー、関西人以外の人が話す関西弁はすぐわかりますよ。えー、台風2号がマリアナ諸島付近で勢力を増しています。うん。えー、契約が35、おおすごいちいですね。 9 3兆パスカって相当強いのかっていう気が結構強くなってますね。マリアナ諸島ってどこら辺かな、えー、もうもう今後、猛烈な台風に発達要素で今のところ北北西に進んでいますが、台湾付近で大きく東に向きを変えて、日本太平洋沿岸に進むということですね。なるほどですね、えー、結構台風の動き、これは心配ですね。太平洋側ってことはあれかな西の方に進んでいくってことっていう感じ、北北北西か。 えー、ちょっとあのウィンディーで確認してます。今、確認していきたいと思います。どこら辺なんだろつまり、あ、ほんとだ、えー。フィリピンのかなり、えー、東の方の感じですね。これは。なるほど。こんな感じですね。あ、ちょっと見えづらいか。見えづらいね。うん、ダメだ。フィリピンの、えー、と東、かなり東の方にあ,あって、えー、これがだん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 と、えー 北西、北、まあ、西北西ですね、今のところ。でも北北西っていう感じなのか、気象庁では。でも、これ見る限り、まあ、主に西の方に進んでいくんですね。西の方に進んでいって、えー、金曜日から土曜日にかけても、まだ同じような、まあ、ちょっとこう、フィリピンの辺りに近づくのか。それで、その後ちょっと北に向き変えますね、確かに。うん。え北に向きを変えて、あ、ちょっと、でもまだ西向きか、日曜日の辺りもだれですね。 どうなっちゃうんだこれ結構勢力が強まってくるかな台風の、えー、まあ強い台風の特徴っていうのは、やっぱ渦巻きがしっかりしてるのと、まあ左右対称っていうのがやっぱりあると思うんで。これ、ウィンディーの予想だと、天候、うん、月曜日から火曜日にかけて、停滞して、その後ちょっと迷走するのかなあ、東に向き変えますよね。火曜日。 どううなっちゃうんだその後はがちょっと動きが読めないですね。しばらく停滞するのかな。うん。はい。ちょっとウィンって見てるんですけどね。まあそんな感じで。あでも台風の動きにもちょっと注意してくださいね。うん。はい。まあ今年はまあ東南アジアでも気温があちょっとあれですね。でもまだ台風動きまだ確定してませんね。あこれは東の方の高気圧とかに支配されてるのかな。でも、ああ、でも来週。 の後半あたり、ちょっと北の方に上がっていくような感じになってますね、ウィンディーではね。まあ、おね、ちょっと沖縄とかにも影響出そうですね。うん、沖縄、なね、南西諸島辺り、ちょっと影響出ます。その後がどうなんですかね。平成風に乗って、ね、あのいろいろ移動していくと思うんで、まあ、ちょっと最新の情報を見てください。うん。はい。っていう感じです。なので、台風、ちょっと注意しだね。はい。 えー、VP さんも一たでございます。ファンタジーオーバース神戸公演、ライブビューイング開催決定と地上波放送のお知らせ。あ、お知らせが、あとこれは速報になってきますよ、おそらく。はい。ライブビューイング開催決定の地上,うと地上波放送のお知らせがある。ライブビューイング決定と地上波放送のお知らせがあるということみたいです。 神戸公園ライブビューイングが決まりました。選手だけ6月25日13時からの開演で、申し込みはプレオーダー抽選5月26日金曜日12時から6月4日の日曜日23時59分ということみたいですね。ちょっとここはスクショとかをしていただければなと思います。はい、で神戸公園地上波放送のお知らせが、関西テレビローカル放送、あ関西地上波してくれますよ。 7月2日の24時半から25時59分、うん、もうちょっと早くやってほしいですね、本当はね。えー、毎年、羽生君と、えー、小田君のわちゃわちゃ楽しい番組です。 えー、あこれ違う放送なんですね。違う放送か。えー、v BSFG、えー、神戸公演千秋楽録画放送7月8日土曜日18時から19時55分ということです。えー、CS にハイライトない方楽しんでくださいね、えー。関西ローカルの番組は、えー、後日全国放送あるあるはずです、えー。去年もそうでしたということみたいですね。はい なので、えー、これは、えっと、情報、えー、なだ、ありがとうございます。あの、皆さん、わかりやすいかなと思いますよ。えー、とてもわかりやすいと思うんで、スクショとかを押していただいて、えー、見ていただければなと思います。関西の方の放送っていうのが、ちょっとやっぱりね、いろいろこう、まあ、なんで関西では放送してくれないんだっていうことが結構あったので、今年はどうなん、結構いい感じですかね。はい、あの、ね、関西はやっぱりフィギュアファンたくさんいますか、九州も含めて。なので、 優しくしてほしいなっていう感じですけどね。はい。っていう感じです。うん。はい。えー、できれば YouTube とかでもね、放送があればいいなっていう気がするんですけどね。海外向けとかにも含めて。えテ、ー、ラさん、もう一度あ、よろしくお願いします。ファッション誌のエルジャパンから羽生選手特集が出ますよっていうことですね。エルジャパンから。うん。2023年8月号羽生譲る特別版の A バー。 A A、A バー特別版の A バーってことです、ね、6月28日に発売です。羽生結弦さんが表紙を飾るだけではなくて通常版よりも拡大の13ページでビジュアルスペシャルインタビューをお届けする特別エ,ンエ,ンエディションです。うん、とのことですファー,ーストジャーと有名なブランドの服をモデルのようにかっこよく着こなしている羽生選手の素敵なお写真が見られるかもですね。というここれは良かったですね。あのうんはい ということなんで、ちょっと嬉しいですね。あの、こういった情報もありますよということみたいです。うん。はい。ぜひ見ていただければなと思います。はい。 夢、えー、さん、よろしくお願いします。羽生さんと小田さんのお目目パチリンコがトレンド入りしてますね。えーえー、と今頃、リハの真っ最中ですね、うん。小田さんのリハの動画上げてくんないかな羽生さんと2プロ演じてほしです。ああ、確かにですね、うん。あのこの辺動画、小田さんのツイッターから上がってきますかね。小田さんの YouTube もね、からも上がるかな、うん であんまり YouTube で上げてくんないですね。基本的に Twitter とかの多いのか。皆さんやっぱインスタとかのはね、やっぱ、もうこれ結構動画上がるっぽいんで、やっぱそういう YouTube ではあんま動画がないですね。フィギュアスケートかはね。うん。あの、フィギュアスケートかはね、あんまり YouTube では動画上げてくんないことが多いなっていう気がします。まあ、Twitter とかインスタの方が多いのかなっていう気はちょっとするんですけどね。はい。まあ今リハーサル中ですかね。うん。えー、 株君こによろしくお願いします。千秋さんよろしくお願いいたします。えー、もうすぐ幕張ですね、うん。去年の今頃私も幕張見に行ったな。羽生君はもちろん綺麗だったけど、ステファンもすごく良かった、うん。転ぶ振り付けがあり、きゃあ大丈夫、大丈夫。前回大変じゃないって心配をした。小田君もノリノリでかった、うんえー。小田さんはキンキブーツだった気がするんだ。確かね。えー、でも、三原舞ちゃんが、 あのゲレンデだったかなあ、違うな。ちょっと、あ、違う違うそれは違う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 違あれゲレンデだったかな違うな、待ってちょっと忘れましたねえー、プリンを置いて泊まりができないのであ、プリンってワンちゃんはですねえー、プリンってあの最近のタラコ唇とかのプリンじゃなくてワンちゃんのプリンを置いて宿泊はできないんで あのザ・アイス行けなかったから行ったんですが今年はザ・アイス日光公演があり日光ならなんとか日帰りも可能と思い頑張って見に行くよ、うん、そしてビヨンド・ワンピースもありだから今年は生観戦する皆さんのコメント楽しみにしていますはいということです、ね、楽しみですね僕も主に皆さんのコメントで演技をしながら、はい、見ていこうかなと思いますけどところどころツイッターであったりね動画を見て、えー、行ったりとかしていきたいと思ってますんでよろしくお願いします はい。という感じですかね。うん。はい。えっ、ー、とね、あともう一つなんですが、えー、幸子さんから、マクファリーは有利オンアイスやるのかなみたいよーということですね。これどう、え、有利オンアイスやるんですかねどういうことだうん。これは、あのー、何ですかね有利オンアイスやるのかなみたいな感じなんですけど。ね。うん。 神戸が外れたよオリエンタルホテルにも泊まりたかったし、残念ですが、新潟が当たりました。うん、新潟行ったが、遊ぶところもなく佐渡に行ったが、イカ、イカソーメンが、イカソーメンが美いしちゃったということ、あ、イカソーメンですね。なるほど。うん。ね、ということみたいです。新潟が当たったので、そこはね、良かったんですけども、えー、その後に、あれですね、佐渡に行ったってことは、船に乗られたんでしょうかね。うん。はい、ということみたいですね。うん。天満さんから、 今日はプリンの日出しですね。おはよう入業株式会社制定、プリンを食べてにっこりだそうですよ。はい、皆さん、えーあの、プリンの日ということなんで。もう最近プリンに囲まれてますね、なんかね。あのプリンデートまたやってください。うん。はい、ということみたいです。